こんにちは、たけるでチューブです。今日作っていくのはこちら、ガンダムベース限定 HG144 分の1ガンダムアストレイレッドドラゴン、こちら作っていきたいと思います。発売が2022年の10月の8日、お値段が税込みで3740円ということで、ガンダムベース限定なんですけども、今回こちら僕は札幌パルコさんの方で、開催中のガンダムベースポップアップツアー、そちらの方に行って買ってきました。いや、ガンダムベース限定の商品を買えるのはおそらく今回が最後になるのかなというような感じですね。もうあと何日もしないうちにポップアップツアーの方終わってしまいますので、そこでまあ最後に購入したのがこちらという感じですね。はい、では見ていきましょう。レッドフレームに、カレットウルフいや本当舌噛みそうな名前ですけどね、こちらを3機乗せたマシマチ装備の内容ですね。はい、こんな感じですね。はいはい、僕こちらですね、買いに行った時はさすがにですね、3連休の初日ということもありましたので、まあ、10時ちょっと過ぎの開店で行ったんですけども、会場が、7階にあるんですけども、そちら7階の方に一度上がりまして、非常階段の方からまたズルズルズルっと人のなあですね、列をもう最後尾まで追っていったらですね、なんと2階まで降りていったというような感じでしたね。それでもですね、だいたい並び始めて1時間ぐらいでまあ、なんとかゲットすることできましたし、まあ、在庫もまだこちらの方は、その時はまだふんだんにあった、まあ、商品、発売日当日ですからね、まあ、多分いっぱいあったと思うんですけども、まあ、中にはですね、水星の魔女のアクションベーススタンド、もうそちら欲しかったんですけども、さすがにそちらも売り切れてという状態でしたね。はい。ただ、目的がこちらだったので、これを書いたことは大変、まあ、良かったかなというような感じになってます。では早速こちら作っていきたいと思います。でもこちらですよね、やっぱり転売屋さんっていうのはやっぱいらっしゃいますね。ネットで見ましたけども、初日はもうあれですね、1万円近いような金額になってましたね。で、まあ日にち明けますと大体まあそれでも倍以上のお値段にはなってたみたいなんですけども、できればまあ売らずに作ってほしいかなと。ただやっぱりどうしてもですね、もう非常、ガンダムベース近くにない人は、もう買うと言ったらもうそういった手段でしか買えないっていう、まあ、現実がありますのでね、もう僕もね、一概に、まあ、強く否定することは、まあ、できないっていうのが本音ですよね。やっぱりどうしても、YouTube とかでみんな作ってる動画見たくな、見ましたら、作りたくなりますよね。なので、できれば、バンダイさんには、まあ、いろんな手段で、まあ、例えばですね、1ヶ月遅れでもいいから、まあ、プレ版とかで、まあ、買えるような手段っていうのをですね、模索していただければ、まあ、転売屋さんの活動も、まあ、鈍くなるのかなと。やっぱりもどうしても活発ですよね、かなり。はい、というのがちょっと僕のここ最近思うところであります。では早速中見ていきましょう。はい、ランナーはがっつり、もうパンパンですね。こんなに入ってます。はい、では袋の数まず見ていきましょう。1袋目、2袋目、3袋目、4袋目、5袋目、6袋目、そして説明書というような内容物ですね。はいはい、まあ一枚ものですよね。はい、の裏表あるタイプがずらっと、はい、こちら説明書ですね。さて、余剰パーツとかは出るのかな、見た感じ、あ、若干やっぱりあるみたいですね。
い。今回は ABS は使われてなさそうですね。はい。はい。では早速これから作っていきたいと思います。でいつもの通り、まあ、時間計測していきますので、どうぞ最後まで見ててください。よろしくお願いします。ランナーの方は全部で14枚ですね。多分奥にあるのがカレトグルフのランナーになると思うんですけども、こちらが3枚同じものがありましたね。はい、ではこちらパーツの切り出しをまず始めたいと思います。はい、ランナー切り出してみました。で今回なんですけども、こちらカレトグルフの方なんですけども、こちらの方がですね、同じもの全部でランナー3枚あるんですけども、ただこちら全部使うわけじゃなくてですね、まあ、1枚目はこれ使うんだけど、これ使わないんですよね。で逆に2枚目3枚目はこれ使ったりですとか、であとはまあ2枚目3枚目の方でこっち側使わないよとかっていうのがちょっとあるもんですから、全部これ切り出してしまうとわけわかんなくことになってしまうと思うので、こちら武装のカレトグルフの方は説明書を見ながら切り出してしまいたいので、その場でまあ作るっていう感じですね。まあ、説明書通りに作っていこうかと思います。あとポリキャップの方もまあ数がありますので、これも必要な分だけ切り出していこうかと思ってます。はい、そして時間の方がまあ切り出しで20分54秒ということですね。でこれから二度切りとゲート処理、そして組み立ての直前まで行ってしまいたいと思います。でこちらの方は、その時間内に、一緒に作ってしまいたいと思います。二度切りとゲート処理、そして武器の、カレントグルフ、はい、こちらの方だけはもう作ってあります。それで時間が、2時間と11分かかりました。ではこれからアストレイ組み上げていきたいと思います。ではスタートしますね。はい、ガンダムアストレイレッドドラゴン完成しました。こんな感じの武装になってます。モリモリの武装ですよ。ただこれですね、めちゃくちゃ重たくなってます。はい、組み立て自体が、2時間8分で合計で4時間41分かかったっていう形になりますね。で今こちら今武装つけてる状態なんですけども、なんせこの武装正直言って重たいです。かなりもう前傾姿勢になってると思うんですけども、はい、かなりこれは重たい武装を背負わせてるということですね。でですね、本来多分組み立て自体だったら今回2時間8分かかったんですけども、1時間半もあれば組み立てれたかなっていうような感覚なんですよね。じゃあなんで30分かかったのかと言いますと、実はこの重たい武装を持たせてるせいで、この状態を本来なら、まあ、維持できたのかもしれないんですけども、この僕のキットがそうだったのかっていう話になっちゃうのかもわからないんですけども、まあ、関節部分、まあ、腰ですとか足首、まあ、ポリキャップを使ってるんですけども、このポリキャップがちょっとネックになってまして、この武装の重さに対してポリキャップの保持力っていうのが非常に弱くてですね、まあ通常の状態で、まあ、この状態ですね、立たせようと思ったらどんどんですね、ポリキャップがこの重力に負けてですね、前のめりになっていて、どんどん倒れていってしまうと、で自立ができないっていう状態だったんですよね。はい、それで今回この僕たまたまですね、このパーマネントパニッチャーっていう、まあ、なんと関節部を、まあ、太らせるようなことをすることができる、まあ、こんなもんですね。はい、これ油絵かなんかのものらしいんですけど、本来はですね、はい、それを、まあ、あの関節部を太らせて、まあ、渋みを持たせてあげるっていうのがこれできるので、これをちょっと使ってみて、その乾燥に今30分ぐらいかけたかなっていうような感じで、今こういう風に立たせることができてます。なので皆さんがもし買われて、まあ、組み上げた時に、いや自立しないんだよね、アクションベース必要だよね、まあ、アクションベースあった方が一番いいんですけども、もしこういったスラッ出せるようなポージングを取りたいんだったら、こういったですねパーマネントパニッシャーっていうのも Amazon とか売ってますんで、もしもうお手元になければですね、
こういうの使ってあげて関節を太らせてあげるとこのように自立させることができます。ただし、まあ、かなりこのように前のめりになっている状態になりますので、はい、まあ、そうですね、まあ、この状態ですともう立たせた姿固定になってますね。多分、まあ、クッションベース使ってあげた方がいろんなポージングができるかと思います。はい、では早速内容の方見ていきましょう。ではまず本体に取り付けてますのが、レッドドラゴン、ということで、背中に3本カレとグルーですね。はい、もうこのクソの名前言いません、絶対カミカミなんで。はい、こちら3本つけてます。はい、そして、刀ですね、ガーベラストレートと、あとシール、あとビームライフルを装備してます。でそう、背中でもう隠れてしまってるんですけども、バックパックが、そうですね、ここですね、背中にあるものをフライトユニットつけることによって下にスライドさせてますので、まあ、ずれてるんですけども、ここに白いビームライ、ビームサーベルですね、こちらが左右にそれぞれ1つずつ、あの1本ずつ装備されている状態ですね。はい、それとあとはバクーの頭の、何ですか、バクーの頭にビームサーベルっぽくしてるような感じのものですね。はい、これ1つと、はい、であとはこの、カレとウルフですね、これ外した際にフライトユニットにすることもできますので、そのためのはい羽ということですね。あとはビームサーベルの刃が2本、うん、はい、あと今クッキー持ち手をつけてますので、はい、こちら開き手ですね、こちらが1つついてるっていう感じになります。であとこちらの黒いちょっとしたものなんですけど、これですね、この3本のこの真ん中のやつのジョイントを外した時に、まあ、穴開いてる状態になっちゃうので、それを埋めるための、まあ、蓋みたいなものですね、まあ、フライトユニットに装備にした時に、まあ、つけるっていう感じになると思います。はい、そしてあとこちらが白いのがですね、このでかいやつ、もう名前言いません、これを、こう連結させる時に使うような感じになりますね。今それ乾燥させて武装モードですね、いろいろ遊んでみたいと思いますので、これ使いますので、はい、でですね、今こんな風に、そうなんですよ、まっすぐ立たせてるんですけども、ちょっとしたことでですね関節がになっちゃうんですよね。やっぱり重たいんですよね、かっこいいんですけど、はい、なので本当にこう胸張って立たせるんだったらアクションベース必須ですね、これはね、うん、関節がかなりもうどっちかに偏っちゃいますよね。はい、今もうだん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 寄ってってるのが分かります？はい、ちょうど中間に持ってきて、そうですよね、ちょっと振動を与えると多分コテンっていくと思いますね。はい、なので絶対アクションベースお持ちでない方は500円ちょっとで売ってるはずなので購入してください。ではいろいろな、まずこちらですね、武器いろいろ乾燥させてみようと思います。はい、では武装のモード変更させてみましょう。まず1つ目ですね、こう外しまして、この状態になってるんですけども、まず G モード、まあ、ガンモードということでしょうかね、は単純に、ここに、はい、これでガンモードということですね。でガンモードから次、S モード、ソードモードということですね。 S モードにするにはここ一度スポンと取りまして、グッとひっくり返して、そして先端に
これをこっちとセンター外してあげて、こうなりますね。この状態をこちら、これですね、中間パーツ、はい、これをつけてあげると、はい、でここを持たせてあげると、ここでもう一つの形態ですね。でもう一つがこのここですね、この下のやつです。下外します、はい。で今度これをお互いここにジョイントがありますので、これをこうつけます。でここ持たせます、はい。これで、近接武器2つ、今二刀流って言い方でいいのかわかんないですけども、こういった形態にもなります。これ S モードということらしいですね、はい。で次にですね、こちら 今バラバラにしちゃったこれですね、今度これをまた元に戻すんですけども、はい、これまた元に戻しまして、これを、はい、ここの中間ジョイントをつけますと、はい、こんな画角に収まらないような長さの武器になるんですけども、はい、これがですね、アンビデクストラスハルバードという武器になります。めちゃくちゃ長いですね。これ持たした瞬間、今度腕が今度だれてくるんじゃないかっていうぐらい、結構手でずっしりくる重量になってます、はい。こんなモリモリ武装がレッドドラゴンということですね、はい。ではアクションベースを使用してポージング取らせてみたいと思います。ベース限定ガンダムアストレイレッドドラゴン、いかがでしたでしょうか、はい。かなりポーズは決まるんですけども、武装がかなり重たいと、はい、かなり今この状態のポーズつけてるんですけども、手首の方もヘナヘナになりましたね、やっぱり。なので関節を、ガッチガチに固めた状態になってます。まあ結構このポージングもどこまで維持できるのかなっていう感じですね。もしですね、片手で保持する場合は、先端部分を別なもので何かで保持してあげた方がいいかもしれません。実は今このポーズで左手に持っている、カレットウルフですね、これをとある方が保持してくれています。なんと今回の、主役であります、はい、はい、
はい、リアリアルがなんとこのポーズをさせたいがために背負ってくれています。これだけ保持するのが大変な武装ということですね。はい、では今回はこれで以上になります。ではまた次回の作成動画でお会いしましょう。ありがとうございました。